小林製薬の紅麹を原料としたサプリで健康被害の報告が相次いでいる問題で、大阪市長が武見厚労大臣と面会して意見交換を行いました。原因の究明とですね、それからその因果関係というものを疫学的な調査をも含めて、その徹底的に行うということについて、横山市長との間で完全な合意ができ、3日午後、厚労省で横山大阪市長が武見大臣と面会し、小林製薬の紅麹原料を含むサプリメントが原因とみられる健康被害についての意見交換を行いました。その中で、大臣と市長のホットラインを開設して、健康被害に遭った患者の情報を共有するなど、連携を強化することを確認したということです。小林製薬の紅麹を使ったサプリメントをめぐっては、これまでに5人が死亡し、延べ177人が入院、998人が医療機関を受診しています。